次はテアースクラッチをやってみたいと思います。先ほどフェーダーで切るトランスフォーマースクラッチっていうのをやったんですけど、例えば、行き2回帰り2回の音をテアーで出したいっていう風な感じだと、今度フェーダーを使わないのがテアースクラッチなんで、例えば1234と行き2回帰り2回、これをビートに合わせるとこんな感じになります。要は音をフェーダーで切らないで一回こう手でストップさせて音を切るようなイメージですね。これがタタタタ1212なんで、今度は3123123、123123123123、これを速くするとタタタトゥトゥトゥ123123、でいろいろ組み合わせると、みたいな感じになるのがテアスクラッチですね。